スコットレール塗装の47型機関車スコットレールはイギリス国鉄がスコットランドの先区に対して制定したブランド名である。1983年9月22日に愛称の使用を開始し国鉄民営化でナショナルエクスプレス社に継承される1997年3月30日までイギリス国鉄の地域ブランドとして使用された。スコットレールは スコットランド内で完結するすべての旅客列車を担当していたほか、イングランドのカーライルへも乗り入れていた。1988年3月5日からは、ロンドン・ユーストンへ向かう、寝台列車、カレドニアン・スリーパーの運行を継承した。なお、東海岸本線を呼び、西海岸本線を経由する都市間列車は、インターシティの担当のままであった。 1986年9月にエアシャーコースト線が、1991年7月にノースベリック線がそれぞれ電化された。機関車牽引列車は大半が軌動車化され、150系、156系、158系軌動車に置き換えられた。また、電車も305系の置き換え用として318系、320系電車が段階的に導入された。 1983年のブランド制定後、機関車の塗装は、国鉄本体のインターシティ塗装を基本に、赤の帯を、スコットランド国旗に使われる青色に変更した。電車、機動車は、国鉄本体の地域色が踏襲された。グラスゴー周辺のストラスクライド地域で使用される、車両は、同地域の交通局のオレンジ塗装に変更されている。ありがとうございます。